五圧市議は、中華民国の政治家。中国国民党主席。中国国民党第一副主席。中国国民党主席。南投県庁。高雄市長。行政委員長。中華民国副総統などを歴任。1948年、台湾南投県生まれ。国立台湾大学歴史学科に在学中、学内史に掲載した文章が、 当時の行政委員長、小渓谷の目に留まり、招待されたことがきっかけで、政治家を志すことになったという。大学卒業後、中国地方記者となったが、間もなく1973年に、台北市議会議員として、政界入り。南投げ県庁を2期8年務めた後、1990年に、高尾市長に抜擢され、1994年には、 初の民選高雄市長となる。だが、民選市長の2期目は、民進党の社長邸に僅差で破れた。2002年より、立法委員となり、中国国民党秘書長、東副主席を歴任。2009年9月、劉朝現内閣の総辞職後、馬英九総統から、行政委員長に指名された。2011年6月、馬英九総統から、 2012年、中華民国総統選挙の中国国民党副総統候補に指名された。2012年1月14日実施の2012年、中華民国総統選挙で、馬英九総統が再選されたことにより、第13代中華民国副総統の就任が決まった。2012年1月31日、五発主義内閣は、 総辞職し、沈黙行政委員副委員長が公認内閣を組織した。2012年5月20日、第13代中華民国副総統に就任。2014年6月4日、中国国民党第一副主席に就任。2014年12月3日、馬英九総統が統一地方選挙大敗に伴い、中国国民党主席を隕石辞任し、 主席に就任。2015年1月19日、党内選挙にて選出された、首立林二北市長の主席就任に伴い、中国国民党主席及び第一副主席を退任。2016年5月9日、馬英九総統より、中世勲章を授与される。2016年5月20日、任期満了により、第13代中華民国副総統を退任。 2017年5月の国民党主席選挙で当選。中華人民共和国の習近平は祝電を寄せ、午後、返電を行った。8月20日の全国代表大会にて正式に、主席に就任するも、この際は、中国共産党から、慣例の祝電は届かず、憶測を呼んだ。10月の中国共産党、第19回全国代表大会では再選した。 終総初期にクレは祝電を送ってる。2019年2月14日、2020年の総統選で勝利して国民党に政権復帰した際は中華人民共和国と平和協定の協議を行うと述べた。2020年1月、立法委員選で比例名簿15位に搭載されるも落選。2020年の総統選と立法委員選での敗北により、 国民党主席を辞任。国民党主席に就任する直前、日本メディアの取材に対して、以下の方針、政策を表明している。ありがとうございます。